おやすみ文学第77夜、北方健三大水滸伝シリーズと読本3冊と試みの地平線。皆さんこんばんは、長谷川雅史です。今日は一大大河ロマン歴史小説をご紹介したいと思います。中国四大奇書の一つとされている、水滸伝を、原本、原点とした、超巨編歴史小説ですね。北方健三さんの大長編小説ですけども、これはなんと3シーズンに分かれてまして、第1部水滸伝が全17巻、第2部妖霊伝が全15巻、そして第3部の学費伝が全19巻の合計51巻の壮大なサーガとなっております。ものすごい長い小説ですよね。ですが、本当に売れてまして、累計1000万部突破とのことですね。で、原稿用紙換算すると、400字詰めで、なんと25,500枚ということでですね、他の長い小説と比べてみますと、マルセル・プルーストの失われた時を求めて、これも長くて有名ですけども、これが大体いろんな出版社から出てるんですけど、全13巻とか14巻とかね。で、1話の日本語訳されたものを400字詰め換算すると、1万枚ぐらいになるということですね。で、日本の歴史小説で一番長いのは、山岡宗八さんの、徳川家康、全26巻。で、これが1万7400枚ぐらいなので、それをもはるかに上回る、2万5500枚ですからね。なので、相当な長い、膨大な数ということになりますけども、もう正直ね、読む方も大変ですね。私、長谷川自身もですね、途中で中断したりとか、いろいろしましたけども、10年以上かかってますね。そもそも、この大水滸伝シリーズが、17年ぐらいかけて、書かれたものでして、それだけでもね、で、その他にもね、他の、同時進行で他の小説とかも書いてますからね、北方先生はね。で、いろんな、直木賞の審査員とかもね、やってて、どこで時間作ってるんだっていうふうにね、思いますけども、本当にすごいことだと思います。で、これもですね、本当に読む方も大変っていう話なんですけど、でもやめられないんですね。中断はしましたけどね、続きが気になって気になってしょうがないんですよね。なので、私もつい最後まで51巻まで読んでしまいました。で、大体好きなキャラがね、死ぬ時はね、もう毎回泣いてますね。ほとんどの全員のキャラ好きになってるんで、泣いちゃうんですよね。結構ね、職場とかでもね、読んでるんですけど、職場で泣いちゃったりね、しますんで、そういう時はね、ちゃんと読んでる小説に感動して泣いちゃったってね、言わないと急に泣かれて不信感に満ちるんで、不審者でしかないんでね、そこはちょっとそう言っとかないとね、大変なことになるんで、で、ほんとね、泣くんですよ。それぐらいね、感情移入して読める物語ではあります。で、タイトルコールで一応それぞれのシーズンに読本がね、解説本ですね。要は、それもちょっと付け足して紹介してみました。これもね、水滸伝の読本は大天行道と読みます。で、妖霊伝の読本は水毛剣。学費伝のは人中報告ってね、それぞれちょっと読み方が難しいですけども。これ、どういう意味かっていうのは本編読めばね、わかるんですけど、で、この読本もですね、編集者とのやりとりとかね、結構裏話も面白くてですね、あと他のその有名人のファンのインタビューとかね、対談とかね、そういうのも載ってますので、結構読み応えがある、読本になってましたね。で、水滸伝って何ぞやってね、そもそも水滸伝って分かんないってね、三国志は有名なんですけど、水滸伝がね、あんまり知らない方多いと思いますので、水滸伝のあらすじを言うと、12世紀初頭の北宋末期の中国。で、皇帝の悪政に対し、宋江と張凱は、梁山湖という、湖、梁山湖に反政府軍を組織し、梁山泊と名付けて革命を目指すという、国家転覆をね、目指すという結構壮大な話ですね。原点では108人の仲間たちが集合するという、これもキャラクターがね、めちゃくちゃ多い、話なんですけど、北方版では108人以上もっと出てきますかね。敵側も含めて、もう完全に108人はオーバーしちゃうと思うんで、厳密に何人かっていうのはね、全然わからないんですけど、とにかく非常にたくさんのキャラが出てきて、それぞれね、みんな癖が強いというかね、キャラが立っててですね、キャラが被ってるようなところもあったりするんですけど、ちゃんと差別化されててですね、一人一人こう面白く感情移入できるので、その辺のね、違いも非常にね、味わえる内容となっております。で、この話は歴史小説というふうにご紹介したんですけど、
歴史小説というよりもむしろね、オールジャンル複合小説なんですよ。全部のジャンルを書き切っちゃってるというふうな感じなんですね。政治、経済、戦争、スパイもの、脱獄もの、それから師弟愛や親子愛、もちろん普通の恋愛とかね、あとは官のエロティックなね、描写も、たくさんありますし、新しい武器や戦術とかね、その戦闘に関するシーンももちろんありますし、あとは建築術とかね、新しい船とかね、その建物とかね、もしくはその街とかね、井戸を掘るとかね、そういうその技術的なイノベーションのシーンもね、すごく面白いんですよね。そういうなんか結構地味なところもね、地味じゃなく書くのですごく面白いですね。そうかと思うと、ただ酔っ払うだけの回みたいなね、のがあったりしてですね、それもすごく印象に残ってますね。あとは、文書偽造などのマニアックな回とかもね、あって、まあ、これもちゃんとしたね、その、戦いの一部であるっていうような、絵的にはすごく地味だとしても、ものすごくね、読ませる、やっぱり読み続けられてしまう回とかもあってですね、いろんな、本当にいろんな面を、すべてを描くっていうような感じですかね。もうないのは本当に SF だけですね。その未来的なものはないですけど、それ以外は全部書かれてるっていうのは本当に壮大な話なので、その多様性もね、非常にお勧めしたいところでもあるんですよ。しかも、その梁山伯以外のね、敵側もですね、まあ腐敗してるとはいえ、やっぱりね、トップの人たちはすごいんですよ。もう完全に尊敬できる、敵ながらあっぱれというような描写も本当にたくさんありまして、そうなってくるとね、こうどっちが正義かわからなくなってくるんです。梁山伯の方を応援してるんですけど、政府側もね、官僚側もそれはそれですごい大変なことしてんだなっていう風に、そっちにもね感情移入してしまってですね、ちょっとねどっちが正しいかっていうのはあんまり分からなくなってきて、むしろですね梁山伯側のトップと政府側のトップがですね、こう最後にこう一瞬だけこう相まみえたりした時にですね、憎しみというよりはむしろね友情みたいなのを感じたりするところとかもねあったりしてね、それはもうすごく分かるなっていうようなちょっと感慨深い気持ちになるんですね。そういうところもね、そういう感情もなかなかずっと読み続けてるとね、そういう感じも味わえるので、どこをどう切り取ってもおすすめでしかないという最終的にはそういう結論になるんですけど、しかしですね、皆さん、しかし北方健三さんといえば何でしょうか。そうですね、まずハードボイルドっていうね、ハードボイルドという言葉が出てくると思います。そういうね、男臭さの象徴ですよね。その私立探偵みたいな最初は書いてた。デビュー作もね、読んだんですけど、やっぱ面白かったですけどね。最初はそういう風に、そういうハードボイルド小説、現代小説を書いてた方で、その次に有名なというか、幸か不幸かという風に書きましたけども、伝説の人生相談がありますよね。試みの地平線というね、雑誌ホットドッグプレスで連載していた伝説の人生相談があるんですよ。これは1986年から2002年まで、16年にわたってね、掲載されたということで、45歳のね、私ももちろんね、ど真ん中、ホットドッグとかを買ってた世代ですしね、兄貴が買ってたのを僕も借りて読んだりとかね、もうもちろん自分でも買った時期もありましたし、まあ、ちょっと伝説のね、人生相談コーナーがあったんですよ。みんなが読んでたっていう。で、その伝説の人生相談、試みの地平線の中でもさらに有名な一言といえばこれですね、ソープへ行けっていうね、まあ、その、ソープランドへ行ってこいっていうようなことなんですよね。一言でこれで、まあ全てが伝わるというかですね、我々40代とかには本当にぶっ刺さる、あまりにも有名なパワーワードがあるんですね。まあこの言葉だけがね、有名すぎてね、一人歩きしてたので、ちょっとね、ちゃんと読んでみようと思ってですね、試みの地平線もね、買って改めて、読んでみたんですけど、厳密に言うとね、ソープに行けでしたね。まあどっちも本当どうでもいいんですけど、なぜかソープへ行けってね、サムネでもこの帯だとソープへになってるんですけど、本文だと全部ソープになんで、どっちかに統一してほしいなというふうに思ったんですけど、とにかくね、ソープへ行けっていうような言葉がありまして、この文庫本だとね、3回出てくるんですね。まあ、基本的にはこの若者向けのね、雑誌だったので、10代とか20代とかの男の子に向けて書かれたものなんですけど、まあ、中年以降に向けたものも、ちょっとね、後半ではその、リバイバル版っていうかね、そういう復活版で、30代、40代の方にも向けて、人生相談したのも収録されてますので、ちょっと混ざってるんですけど、実際どういう時に発せられているのか、このソープへ行けという言葉ですね。というとですね、この文庫版だとね、3回出てくるんですよ。それをちょっと一つ一つ取り上げたいと思います。ペニスが小さくて悩んでいる27歳男性。ネットで疑似恋愛を楽しんでいる。まあチャットですね。チャットをして、疑似恋愛を楽しんでいる。これは妻への裏切りでしょうかというね、お悩みを抱えている40歳既婚者の男性。
そして最後は、キャバクラ嬢に恋をしてしまった、月20万ぐらいつぎ込んでいるという38歳男性。この3人の方に対する人生相談の答えが全て、全部ソープに行けなんですね。なんかほんとズバッとね、一言で切り捨てて、むしろね、気持ちいい感じなんですけど、結局はですね、これはどういうことかというと、どれも金で買える性行為によって解決できてしまう、取るに足らない悩みだと、そういうふうにカッパしてるわけですね。ズバッとね、本質をつくと、結局そういうことじゃねっていうふうにね、北方さんはね、こう見事に見抜いてしまっているわけなんですけど、大事なことはですね、これが正しい解決法かどうかってことじゃないと思うんですよ。それがやっぱり正しいよねっていうよりは、こういうことで、うじうじ悩むだけで、その解決への行動を取ろうとしない人が一番嫌いなんじゃないかっていうふうにね、思うんですよ。その北方先生はね。だから、とりあえずその行動に移してみろと。で、たとえその間違った解決策だったとしても、そこから新しい道が何か生まれるんだ。むしろその犯したミスから生じた罪悪感でさえ成長の糧になるんだと。それこそが北方流ハードボイルドと言えるんじゃないか。悩むよりもまず行動を起こせと。そういうメッセージが込められていると思うんですね。このソープに行けっていうね、強烈なワードですけど、うじうじ悩むだけでいるなよっていうようなことなんですね。まあ僕、長谷川の解釈ですけどね。それを明快に言ったのがソープに行け、ソープへ行けだと思うんですけど、もうちょっとこの北方流ハードボイルドっていうのを深く掘り下げますとですね、まず明確なジェンダー感がありますね。北方さんには性別を根拠に生き方を語る部分が非常に多いとは思います。きっぱりと男と女に分かれているんですね。その生き様感っていうのがね。で、特に男ですね、男らしさっていうのを非常に重要視してまして、そのかっこいい男、いわゆるその漢字の漢ね、漢っていうような言い方、まあ北方先生は別に使ってないんですけど、その漢っていうような言葉をよく使うじゃないですか。で、そのかっこいい男のことを漢というのってありがちなので、ここでは分かりやすくね、その男じゃなくて漢っていうね、その漢の方をちょっとかっこいい男という意味で使いたいと思うんですけど、その男ならこう生きるべきだっていうのはね、すごく明確にあるので、答えもねはっきりしてて気持ちいいんですね。で、その漢ってのはじゃあどういう人なのか。例えばですね、自分の芯を持っているとかね、その自分の芯ってのも何かっていうと、これはいろいろあって全部その自分で決めていいんですけど、とにかくその一貫性があるってことですね。自分の芯を持っている、だからブレない、だから自信につながるってことですね。で、二つ目は、友達とか仲間とか家族をね、大事にするってことですね。これも、まあ、本当に、まあ、無条件でというかね、誰が友達なのか、何が友達なのかっていうのも、自分でそれは友達だと思ったら友達でいいんだっていうような、そこら辺はね、細かく複雑なことは言わなくて、シンプルに、もう友達なら友達だと。で、それは、まあ、命をかけてでも大事にするんだっていうような、それが、まあ、勘だって、男だってね、かっこいい男だっていうような、ことを、言ってますね。で、三つ目はですね、結構本当に今の時代と逆行している部分ではありますけども、浮気自体は悪いことではないっていう風なね、家族を大事にするんだけど、浮気自体は悪いことではないって、ね、ちょっとね、ここ家族がその妻というのも含むんであれば、ここは矛盾するんじゃないかって思ってしまうかもしれないんですけど、まあ、この女性関係に関しては、割とその、緩くていいっていうようなね、そこら辺も、こう、北方流ハードボイルドっていうかね、結構北方流だけじゃなくて、ハードボイルドって割とそういうね、なんかこう、モテなきゃいけないみたいなところありますんで、まあここはそんな違和感ないんですけど、まあ結構ね、こういう、こう生きるべきだっていう、そのストイックさを匂わせつつ、この女性関係に関してはストイックじゃなくても、まあいいんじゃねえかっていうような、ところがね、ちょっとね、まあ、女性陣からはその賛否の火が強まる可能性はあるのかなっていう、まあ男性陣からはね、そうでなきゃっていうような意見も聞こえてきそうですけども、まあこういう大体3つのね、生き様というか生きる指針っていうのがね、まあ大きく分けて3つぐらいある、まあもっとあると思うんですけど、大体こう代表的なのはこういう感じかなっていうふうに思います。その北方流ハードボイルドっていうのはね。で、その性差、男女差をはっきりさせているということの裏返しで言うとですね、同性愛ネタってのがあんまり出てこないんですよね。それこそそのジェンダーレスとかね、トランスジェンダー的な、テーマってのはほぼ扱ってなくて、まあ大水古伝には、ほとんど出てこない。ちょっとだけね、ちょっとだけ出てくる、そういう関係が疑われるっていう、その二人のね、指定が、師匠と弟子がね、出てくるんですけど、まあそれぐらいで、ほとんど出てこなくて、でまあしかも結果そういう関係じゃなかったっていうような感じでしたかね。だからあんまり北勝さんはそういうの興味ないんだろうなっていうふうに思います。
ですが、別にもちろんね、その否定しているわけじゃないですよ。試みの地平線の中では、そのゲイであることに悩む青年を真摯にね、相談に乗って励ましているページとかもありますので、まあこういう同性愛者を否定しているわけではないことは、ここでお断りしておきたいと思います。で、あとは、その、大水湖伝にも、女性ももちろん出てきますよ。女性も出てくるんですけど、みんなね、男勝りの豪傑なんですよね。そういう意味では、女性でも勘ですよね。かっこいい男、みたいな感じで扱っちゃってますので、結局、その勘しか出てこないっていうような感じなのかなっていうふうには思いますけど、とにかくですね、登場人物が全員、うじうじ悩むだけで解決への行動を取ろうとしない人間ではなくて、カラッとしたね、すがすがしい登場人物ばかりなんですよね。で、生き方も潔いので、本当に読んでてね、楽しいんですよね。文章もね、文体もすごくその、ズバッズバッとね、小気味いい文体なので、スルスル読めちゃうんですよね。難しい漢字とか出ててもですね。なので、何が言いたいかというと、こういう明確なね、ジェンダー感とか、その、不倫を否定してないとかね、この時代に逆行するようでいて、意外とその、共感を呼ぶと。まあその1000万部売れるぐらいに読者を獲得しているわけですから、割とその古いタイプのそのね、ジェンダー感と思われているかもしれないですけど、やっぱり今、2023年現在もマジョリティはね、そのヘテロセクシャル、異性愛者が多いと思いますし、まあ僕もね、その一人なんですけど、そういう男女差がはっきりとしている価値観であっても、そこにその同性愛者の差別意識とかがなくですね、そして生き方自体が一本芯が通ってて、潔いものであればね、大きな共感は得られるんだっていうようなことをちょっとね、感じたりもしました。むしろ読み続けているうちにですね、その、男とはっていうような言い方が出てきてもですね、あんまりその違和感っていうのを感じなくね、なってくるところもまたね、読み続ける上での楽しみの一つかなというふうに、思いますね。そこもまたね、その自分の変化を感じるという意味でですね、面白さの一部として捉えることが、できました。それでは朗読いきたいと思います。水湖伝5巻から、水毛剣の使い手楊氏が、まあ、ここはめちゃくちゃ強いキャラクターなんですけど、妻の蔡仁美と、息子、まあ、養子にした息子なんですけど、幼霊と共に、久しぶりに一家団らんをいおりで過ごしているシーンですね。そのいおりっていうのもですね、敵に知られないようにちょいちょい場所を変えてね、すごく警戒しているんですよね。そのいおりにですね、敵の暗殺集団が襲ってくるシーンを読みたいと思います。その数なんと100人以上。大木の根元のところに蔡仁美と幼霊は走った。何人なのか、容姿はそれを測ろうとした。20か30、いや50か60、いやもっと多い。忍び寄ってくる気配は圧倒的なものだった。しかも一部の巨大な獣という感じがある。手だれで、しかも全員の呼吸が合っているということだ。聖蓮寺、王和の軍。少しだけ容姿はそれを考えた。考えて何かが変わるわけではなかった。いおりの前に立ち、容姿は心機を済ませた。違う気配が入り混じった。林から不意に飛び出してきたのは白い大きな犬だった。ハクラン、幼霊の声が聞こえた。白い犬は幼霊に向かって走った。その犬を殺さなければならないとはなぜか考えなかった。犬が殺気を放っていなかったということなのか。犬は幼霊に駆け寄り体を押し付けている。そういうことか、と容姿は思った。よく幼霊や蔡仁美が話していた白い大きな犬。幼霊の友、無垢なるものを使って、聖蓮寺は幼霊の居所を、ここを突き止めた。容姿はそれでも、怒りで神経を乱しはしなかった。戦いは、長い。およそ経験したことのない長さだろう。戦い抜く。戦い抜かなければならない。考えているのは、それだけだった。まだ人の姿は見えない。どんな見え方をするのか、一斉に数え切れないほどの敵が現れるのか、それとも、容姿は跳躍した。大木の根元、現れた三人を着地と同時に切り倒した。蔡仁美と幼霊を狙ってくる。それは容易に予想がついた。右の林さえ気をつけていれば、厄介な位置ではない。いおりの前は小さな広場である。5人、6人、林から姿を現した。それが10人以上になる。ハクランが吠え立てる。また右の林。2人。
瞬時に切り倒した。10人ほどが一斉に切りかかってくる。使っている剣は短く、しかも低く構えていた。高損傷の血士軍と同じだった。動きが速い。二人切り倒すので精一杯だった。三人目を切れば、自分もどこかを切られるだろう。という、まさに緊迫したシーンですね。これ以上読むとね、泣いてしまうので、読めませんけど、非常にですね、本当に水滸伝の序盤のですね、一大クライマックスのシーンなんですね。本当にね、泣けるんですよ。この後が。いろんなことがね、起こるので、まあ本当に読んでほしいと。一人でも多くの方に、読んでほしいなというふうにしか言えませんね。あとはまあ他の読みどころもたくさんあるんですよ。こう、ずっと読みどころしかないんですけど、例えばですね、ちょっとこう、急に言われてもわかんないと思うんですけど、竜と VS 四分教の、長く孤独で静かなしかし熱い戦いっていうのはね、どっちもこれね、なんていうかな、スパイなんですよね。スパイ同士の戦いなんですね。このまさにさっきの容姿のね、暗殺集団の、まあ、トップというか、その、単独行動派の二人なんですね。竜刀が梁山伯で、四分教がその北宋のねスパイ活動する人なんですけど、これのね最終決戦とかね、結構こう地味なシーンですけど、すごくね好きなんですよね。あとはこう弓の使いとね、カエーっていうのがいるんですけど、カエーがその長安に向けてね放ったね最後の言葉っていうのがね、これが本当に手足が痺れるぐらい鳥肌立つ言葉なんですけど、これもね本当に忘れられないですね。本当ここまでぜひね読んでほしいと思います。あとは個人的な、全く個人的な感想なんですけど、文官賞っていうねキャラがいるんですけど、文官賞がなぜかね、僕は坂井雅人さんにしか見えなくてですね、というか、まあ、坂井雅人さんに演じてほしいんですよね。この非常にこうクレバーで狡猾でね、まあ天才なんですけど悪い面もあり、本当にこう人間臭いキャラがいるんですけどね、文官賞をぜひね坂井雅人さんでドラマ化してほしいなとかね、そういう風なことをいろいろ思いましたし、他のキャラもね、有名人とか芸能人で言うとこの人だなっていうのはいっぱいありますんで、そういうことをねいろんな方とお話しできればと思いまして、この動画を作っています。本当にね永遠に語れる一大叙情詩ではあるんですけどね、長いですけど本当に読み出したら止まらないキングダムとかと一緒の感じなので、ぜひね勇気を出してね一巻手を出してみませんかっていうことを皆さんにお伝えしたいと思います。絶対ね人生が豊かになる51冊だと思いますのでね、よかったらまず1巻に手を出してみてください。それではおやすみなさい。